こんにちは、柴田です。今回はボスの GT1 のアサイン機能についてなんですけれども、アサイン機能というのはですね、このフットスイッチに自分の好きなエフェクトを入れ込んでオンオフできる機能なんですけれども、このボスの GT1 はコントロール1と外付けのフットスイッチでしかアサイン機能が使えないと思っていたんですが、なんとこの度コメントをいただきまして、このアップダウンのスイッチにもアサインできるよということを教えていただきました。コメントくれた方ありがとうございました。ほんとね、5年間使ってて全然気づかなかったです。これはね、難しい機能とかでもなく、隠れ機能そういうものでも全然なくて、本当に見落としでした。このフットスイッチ3つにアサインできることによって、また使い方のね、幅が広がるかなというところで皆さんに共有させていただきたいと思います。使用の仕方は非常に簡単です。ではやっていきます。まずですね、パッチを選びます。まあどれでもいいんですけど、お好みのパッチを選んでメモリーエディットポチッと押します。まあ通常ですね、ここでいろいろとセレクトしていくんですけれども、1番のつまみをくるくるくると回して、ここにね、アサイン機能があるんですよ。コントロール3、これは外付けのフットスイッチをですね、これエクスプレッションペダル、これも外付けのペダルです。で A1、A3、A4、A5 といってぐるぐる回すと、ここにね、ダウンとアップがあるんですよ。これが要はですね、左2つのボタン、エンターをします。で現状だとナンバーマイナス1になってますね。これは要するにパッチのダウンマイナス1にするということです。これを1番のつまみをくるくるっと左に回していくと、ここでオンオフするエフェクトを選べるようになっております。これ OD とかですね。そうなんです。で戻りますね。でアップの方に行きますと、ここも同じナンバーが今度プラス1になってますよね。ここをお好みのエフェクトを入れることもできるという風になっております。デフォルトだとアップダウンになってるんですけれども、こうしてアサイン機能として使うことができます。この3つのねボタンにアサインすることによって、またね広がるかと思いますので、ぜひぜひお試しくださいませ。